シャー、シャー、シャーは、王を意味するペルシア語、または、王の称号を。古代ペルシア語の開催やシータイヤに由来する。もともと、イラン系の王の称号であったが、イスラーム時代以降は、イラン系のみならずイランイスラーム文化の影響を受けた、トュルクモンモル系の王公でも、称号や人名などに使われるようになった。また、シャーハンシャー、シャーハンシャとは、 バフラビー語のシャーハーンシャーエスイチェン、ソ、ソアーン、王の複数形ソ、王将の王、王の中の王の意味のアラビア語転写ないし、アラビア語形である。近世、現代ペルシア語、シャーは古代ペルシア語の王に起源を遡る単語であるが、同時に、シャーハンシャーもまた同じ時期に出現する歴史ある、称号である。いわゆる、シャーハンシャーとは、 アケメネス朝のダレーオス一世が古代ペルシア語の非文軍において初めて名乗った称号に起源する単語で旧約聖書に見られる朝の王の形容表現はまさにのダレーオス一世以来のペルシア帝国の王号を直接の由来としている。アケメネス朝の歴代君主たちはこの朝の王以外にも偉大なる王、大王を意味するという称号も用いていた。この称号は ダレエオス一世以前のキュロス二世の頃から、バビロニア語碑文、ルゲルギャルとして使用が見られるが、厳密には、シュメール語の語彙。大英博物館所像のキュロスシリンダーにも、現れている、キリシア語のコインでは、偉大、なる王の、として存続するもの。この、大王というイラン語での呼称は、サーサーアン・アサ、イスラーム時代以降のイランでは、ショーの王のような形では伝生されなかったようである。 その後この、シャー及び、シャーハンシャーの王号は、ペルシア帝国時代から使用されていた、アラム語ではと翻訳された。聖書ヘブライ語の、長の王、エゼキエル、蝶26、7。ただし、ペルシアではなくシンバビロニアのネブカドネザル2世の称号は、その直訳と言える。アラム語系のは、エズラキ7時12分とダニエル初2時37分に、見え、前者は、 アルタクセルクセス一世を、後者はネブカドネザルを指す。マケドニア王国のアレクサンドロス三世による、ペルシア帝国の滅亡とセイコス蝶のシリア、メソポタミア支配によって一時、朝の王の称号の使用は中断したものの、東方からメソポタミアを征服したパルティアで、再び復活した。パルティアの王たちは、ミトラダテス二世以降、発行したコインの名分にギリシャ語で、の王の と刻み、また、アラム語の碑文などで自らを、ないし、と名乗った。サーサーン朝書記の碑文や、後世のマニキー文書などの研究によれば、パルティア語そのものでは、海ェ水カ海祖と称していたようである。パルティアを倒してメソポタミアを及び、イラン高原を継承した、サーサーンアサデモとして受け継がれた。特に、サーサーンアサデは、シャープール一世以来歴代の君主たちは、 エーラーンとヒエーラーン小の王と称したが、政治的にも諸国の王を支配する王,王としての意味が強化され、サーサーアンアサの君主は各地にシャーを分講して、中央集権化を推進し、文字通り小の王となった。一方、東方のソグド地方では、小の王の称号は用いられなかったようである。ソグディアナの都市国家それぞれを統括していた領主たちは、アラムコ語いで、 mry, またはこれを、ソグド語に直した w w、xwβw, フブ、xwtw, ふたーう、近世ペルシア語の、と呼ばれていたが、8世紀頃のサマルカンドウ、デイワーシティーチュは、速度のもろもろの都市国家の上位につソ速度語として、速度のイフシード、おイコールと名乗っている。この速度語で、王を意味するも古代ペルシア語のと語源を共有する、語彙である。 さらにクシャーナ朝の君主たちは、支配階層で使用されたバクトリア語で、単に、シャーウ、王内士、すなわち、の複数者格、王たち、の、王と称し、同時代のパルティア同様、朝の王を名乗っている。動詞の称号を用いたことが分かっているのは現在、確認できる最古のバクトリア語資料である、ビマタクト王の碑文での要例からであり、イゴカニシカ一世など、 歴代のクシャーナ朝の君主たちは、朝の王を名乗り続けている。アラブ征服時代からのイスラーム世界の拡大によって、サーサーアン朝滅亡以後は、シャーの称号は途絶するが、サーマーン朝によるペルシア語復興運動によって、カラハン朝やセルジューク朝長い縁のトゥルク系、諸勢力から人名として徐々に使用されるようになり、この頃から近世ペルシア語では、 ペルシア帝国の支配者に限らず広く、王を意味する普通名詞となって、君主や聖者などの貴人の称号や人名の一部として用いられるようになった。シャーハンシャーはアラビア語の歴史書などではもっぱらサーサーン・アサ内氏の古代のイラン系の君主たちにのみ使用されていた単語で、サーサーン・アサの滅亡以降、久しく現役の君主の称号としては使用されていなかった。 しかし、932年に、ブワイフ長が政権を獲得すると、アッパース長カーリフに、アミールアルイコールウマラー、ショアミールのアミールの称号外に古代以来の、シャーハンシャーの称号を名乗る許可をも求めるようになった。現在確認できる限りでは、アドゥルッタウラ、在位949から983年の市政から、ブワイフ長の君主たちは、貨幣の命などに、 シャーハンシャーの称号を用いていたことが分かっている。またこれに習ってのことだと思われるが、セルジューク朝のトゥグリルベクもスルターンの称号を授与された前後から、ヤわカ兵に最大のスルターン、サルトンある、ミュー、アザムという名乗りに加え、最も栄光あるシャーハンシャー、シャーニュシャーあるアイウルという称号を刻ませていたことも判明している。16世紀初頭に、 イランを統一したサファビー朝が、それまでこの地方の君主が用いていたスルターンやハーンに代わってシャアの称号を採用し、イランの君主の称号として定着。その後のアフシャール朝、カージャール朝、パフラビー朝の昭和さで用いられ、1979年のイランイスラム革命で訂正が倒されるまで続いた。イルハン朝が断絶して以降、 イラン周辺でのハーンの称号は、地方君主やアミール、都市有力者の人命に使われるほど一般化してしまい、称号としての地位の下落が著しく、王朝の君主たちは、スルタンやパーディシャーなどに加え、陛下、殿下に相当する、ハズラト、コズラットに、高貴なる、至高なるなど様々な形容詞を付随させてなどして、王の君主としての称号の差別化を行っていた。 最後のシャーとなる、モハンマドレザパフラビーは、公式には、シャーたちのシャー、すなわち王たちの王、皇帝を意味する、シャーハンシャー、シャーニュシャーを自ら用い、皇后には、アラビア語のマリクの女性系である、マリカ、マリーコの称号が使われた。イスラーム革命以前では、パードシャーで呼ばれていた例も多い。明朝で編纂された漢語と、周辺外国語の大訳語集である、 解約語の一辺でペルシア語版である、会会館約語人物門では、お、パードシャー PD セイチェッチを、律ともえとくさぐろと、自音車し、君、君主の意味に当てており、同じく、シャーシャーを、と、漢字音車し、君の意味としているが、別の箇所では、パードシャー PD セイチェッチを、律ともえどく、と移し、天皇帝の意味としている箇所もある。イスラーム時代以降の、 シャア内市、シャアハンシャアの君主号は、主にカスピ海南岸のダイラム地方やマーザンダラーン地方、一帯のイラン系地方政権で使用されて続けた。サファビー朝がシャアを名乗ったのは、よく取り沙汰される、イラン文化の復興を根ざした復古的なものとする意見は正しくなく、出身地域を同じくするダイラム地方のブワイフ朝や、ズイアールアーサ、 マーザンダラン地方のバーワン時計などと同様に、これらカスピ海岸岸の政治勢力が使用してきたシャアの称号を伝統に従って自然に名乗ったものだったと解すべきだろう。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。